アイテム番号 SCP-106JT オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-106JT はサイト8154特別物品収容室内の金庫7に保管されています。実験を行う際はレベル3職員立ち会いのもとエージェント浜寺を同行させるようにしてください。説明 SCP-106JT は外見上は一般的なテオノです。その特性は人間が手に持つことで発揮されます。手にした人間は一瞬でその場から SCP-106JT と共に消失します。これは同時に複数人持っても同様です。そして、薄暗い森の中へと転移します。この場所は未だ特定できておりません。この森はどの方角に進んでも最終的には中心に土俵がある大きな広場にたどり着き、この場所にたどり着くと SCP-106JT 位置に相撲で勝負を持ちかけられます。勝負は常に1名のみだけが受けられ、複数人いる場合では他の者は SCP-106JT 位置と代表者の勝負を観戦することしかできません。相撲のルールは現代の日本の相撲にのっとったもので、行事や勝負審判、回しや土俵入りの作法なども準じています。これらについての知識がない場合、勝負を受けた段階で SCP-106JT 位置から説明が入ります。一度勝負に勝った場合、SCP-106JT 位置は以降勝者に対して従順な態度を見せるようになりますが、負けた場合は、弟子入り、と称して森の中へと対象を連れ去ります。また断った場合も、それでも日本男児か、と叱咤され、負けた時と同じく森の中へと連れ去ります。SCP-106JT 位置は現代の日本語を話すことができる体長3メートルほどのヒグマです。日本語以外の言語は話すことはできず、積極的に相撲勝負を持ちかけること以外の行動は今のところ見受けられません。調査記録。元関取のエージェント、浜寺を中心に3名のエージェントによる調査を行いました。以下はその際撮られた映像記録の一部抜粋です。事前にエージェント3名が様々な方角に歩くも、5分程度で土俵のある広場にたどり着くことを4度繰り返した。いい加減にしろ。何度も言っているだろう。俺と相撲を取らないとここから一生返さないぞ。どうもそうみたいだな。あいにく仕事柄、誰かを信用することができなくてね。まあいい。それで、誰が俺と勝負するんだ。俺だ。ほう、お前か。SCP-106JT 位置はエージェント、浜寺の全身を舐めるように見つめる。なかなかやりそうだな。ルールの説明をしよう。いやいい。今の日本の相撲と同じと聞いてきた。だからお前とやる相撲は何が違うかだけ教えてくれ。うむ、一つだけある。土俵入りは知らぬい型だけだ。それだけか、しかしなんでまた。彼が知らぬい型だったからだ。この後10分ほど、広場の両隅に出現した小屋にエージェント、浜寺、SCP-106JT 位置の両者がそれぞれ入り、取り組みの準備をする。両者が再び広場に出た瞬間、周囲にはヒグマ、ツキノワグマ、ホッキョクグマ、ジャイアントパンダ、マレーグマ等の様々な種類のクマが約100頭出現。観客として土俵の周囲に集まる。漁師や共に知らぬい型で土俵入りすると観客の熊たちの歓声が上がり、盛り上がる。この観客の熊たちも日本語を話しており、勝負を見守るエージェント、今宮がワンカップ大関を隣にいた北極熊に勧められるなど、祭りのような雰囲気であった。立ち合いも、行事のジャイアントパンダによる時間いっぱいの掛け声まで行うことはなく、両者緊張感を煽っていた。なお制限時間は4分であった。立ち合い直後、SCP-106JT 位置が低い姿勢からのぶちかましを仕掛けるも、エージェント、浜寺は即座に体を開き、これを利用し、叩き込みで決める。見事だ。周囲からは、あいつが帰ってきた。宴の準備をしろ。まさかり担いでよ。等の声が上がっている。
ああ、つまり、そういうことなのか。察しが良いな。そういうことだ。さあ、これからどうする？俺とここにいる奴ら全員今やお前の親友だ。頼み事なら何でも言ってくれ。じゃあ、今までお前が弟子入りさせた人間と俺たちを全員、俺たちが元いた場所に戻してくれ。わかった。エージェント、浜寺を含むエージェント3名と、14頭のマレーグマ、SCP-106JP、1枚の色紙が収容室内に出現。色紙には SCP-106JP1 の手形と思われるものと共に、また良い相撲を取ろう、と書かれていました。